イスメトイノニュ、ムスタファイスメトイノニュ、1884年9月24日から1973年12月25日は、オスマン帝国末期及びトルコ共和国初期の軍人、トルコの第二大大統領、1938年11月11日から1950年3月22日。日本語では、ムスタファイスメトイノニュとも表記する。 イスメトは、スミルナで父レシドの次男として生まれた。レシドは、ビトリスのキュミルオールラルを務めた元管理であり、ジェブリーエは、ラズグラドのウラマーである、ハサンエフェンディに入学し、1903年9月1日に、砲兵将尉として、同行や砲火を主席で卒業した。クラスには、シェフィクアブに、イッツ・ェッティンラが、これすには、アブドゥルラフマンナーフィズ、アラーアッディン、アーシル、 ハリドラがいた。1906年9月26日には、陸軍大学を主席で修了して、参謀隊となり、第二軍付となり、エディルネの第八砲兵連隊第三砲兵中隊長として、参謀研修を行った。またこの頃、統一と進歩委員会に加入していたとされる。1908年から1909年の間、第二騎兵士団の参謀を務め、その間、 1909年4月13日の3月31日事件を鎮圧するために編成された行動軍の司令部付けとしてイスタンブールに降軍した。1910年2から1911年の間、第4軍団の参謀となり、1911年から1912年の間、イエメン混成部隊司令部の参謀を、1912年4月26日に、 調査に昇進し、イエメン総軍参謀長に任命された。1912年から1913年の間、陸軍省及び総司令部第一課に勤務し、第二次バルカン戦争での進撃作戦において、チャタルジャ軍左翼集団の参謀を務めた。イスタンブール条約の締結時にブルガリアとの交渉団に軍事顧問として加わった。その後、バルカン戦争において、東部軍と 西部軍の責任ある将軍都市間の参謀を行った。1913年末から1914年の間、参謀本部第三会員、その後、第一軍の参謀となった。オスマン帝国が第一次世界大戦に参戦した後、1914年11月29日に、中佐に昇進し、12月2日から1915年12月2日まで、 総司令部第一課長を務めた後に派遣され、1915年12月2日に第二軍参謀長に任命され、12月14日に大佐に昇進した。1917年1月12日まで同職を務め、1917年1月12日から5月1日まで第四軍団司令官を、5月1日から6月20日まで第二十軍団司令官を務めた。 1917年6月20日、市内パレスティナ戦線の第三軍団司令官に任命されたが、英連邦軍によるメギット構成で意識を失って、イスタンブールに送され、10月24年に陸軍省時間に任命された。また、私生活では、1916年4月13日、随首と美の有力者、ズユヒュ・キュウエ・フェンディの娘メブヒーベと結婚した。 二人の間には、長男オメル、次男エルダル、長女オズゲンが生まれた。イスメトベイは、1920年初頭、休暇を取って、イスタンブールからアンカラを訪れ、ムスタファ・ケマル・パシャと大議員会と接触した。2月3日、イスタンブール政府の国防大臣、ムスタファ・フェブズイ・パシャにより召喚され、イスタンブールに戻った。3月16日に連合軍がイスタンブールを、 本格的に軍事占領した後、アナトリアへ渡って、アンカラの国民主義勢力に合流する決意をし、3月19日夕国、副官のサッフヘドベイと共に、兵士の軍服を着て、イスタンブールのマルテペを立ち、4月9日に、アンカラに到着した。4月23日、大国民議会が成立したときそのエディルネ選出議員となり、5月3日、参謀本部大臣に就任した。 11月10日から翌年の5月4日までの間、参謀本部大臣と軍司令官の権限を持った西部戦線北部司令官を務め、木戸戦争を指揮した。1921年1月9日から11日にかけてイノニュ付近で発生したギリシア軍との遭遇戦では、メフメド・アーリフ・ベイ、メフメド・アートフ・ベイ、メフメド・ナーツ・ム・ベイらに指揮された各師団奮戦したが、 両軍とも撤退し、イスメト米は戦闘終結後に戦場に到着した。イスメトは3月1日、ミールリバーに昇進し、パシャとなった。その後、3月23日から4月1日にかけて、イノニュ付近で発生した戦闘では、フェブズイパシャの指揮で大国民議会政府軍がギリシア軍を撤退させた。5月4日、西部戦線南部司令部と、 北部司令部が西部戦線司令部として統合されると、イスメトパシャがその司令官に就任した。6月から7月にかけてのギリシア軍の大攻勢で、大国民議会政府軍が総理となりサカリア側東岸に交代を余儀なくされると、8月3日、イスメトパシャは国民議会によって参謀本部大臣を罷免され、後任にはフェブズイパシャが就任した。ただし、 西部戦線司令官職には留まり、総司令官として、軍の自家卒を開始したムスタファケマルパシャの下で、戦った。8月23日から9月13日まで、アンカラ近郊で行われたサカリアの戦いで、ギラ軍が撃退されたが、その後、西部戦線司令部令下の第一軍司令官に、任命されたアリーフサンパシャと対立し、アリーフサンパシャが、軍法会議にかけられ、 公認の軍司令官にヌーレッティンパシャが任命される事件の原因を作った。1922年8月21日にカラヒサール・サーヒブ周辺で開始された大攻勢で8月30日にドゥムルプナルデトリクピスの集団を降伏を受け入れた。ギリシア軍がアナトリアから撤退した後に連合国との間で開催されたムラニーや休戦会談にアンカラ政府大として参加し、 10月26日から1923年10月30日までの間、外務大臣を務め、ローザンヌ会議にもアンカラ政府主席代表として派遣された。イスメトパシャは、領土問題において粘り強く交渉したが、エーゲ海諸島、西トラキア、バトゥーミ、アダカレなどの領土喪失が確定し、領海峡を管理する国際委員会を廃止できなかった。 1923年10月29日、大国民議会が共和制宣言を可決し、ムスタファケマルパッシャが大統領に選出されると、10月30日に外相に加えて首相に任命され、1924年11月20日まで、務めた。イスメトは、ムスタファケマル大統領の下で7時にわたって、首相としてクシ式マルの改革を支え、 1934年にイノニュの戦いを記念して議会からイノニュの生を送られた。1937年、イスメとイノニュは外交問題の意見の食い違いから先制的な大統領ムスタファケマルアタチュルクと圧力を深めたために首相を解任され、ジェラル・ワヤルが公認に指名されて一時失脚した。しかし、アタチュルクはすでに晩年で勢力を失いつつあり、 バヤルはイノニをアタチュルクの後継に立てることを指示したため、翌年11月10日、アタチュルク大統領が死去すると、その翌日、大国民議会はイノニを後継大統領に指名した。大統領となったイスメとイノニは、与党共和人民党の終身党首に承認され、権力を確立し、間もなく勃発した第二次世界大戦において、終戦直前まで中立を保って、 トルコを戦火に巻き込まずに乗り切った。1944年8月2日にはナチスドイツとの国交を、1945年1月6日には日本との国交を断絶し、1945年2月23日、ドイツと日本に対して戦したが、これは国連原価名国の地位を得るためであり、実際には両国との交戦には至っていない。第二次世界大戦後、 トルコはかつて同盟を組んだ、ソビエト連邦が率いる東側ではなく、アメリカの陣営に入る道を選んだ。この外交政策のために民主主義を強調せざるを得なくなった、イノニュセイは一党独裁政策を転換し、バヤルラ一部の共和人民党員が民主党を決闘することを認めた。その結果、1950年の総選挙で民主党は議会の圧倒多数を獲得して、 バイアルが第三大大統領に選出され、イノニは大統領を退いて野党党首となった。1950年代の経済失策から民主党政権が1960年の5月27日クーデターで打倒されると、翌1961年の総選挙で、共和人民党は比較第一党となり、1965年までの間に3次にわたって、 連立内閣を組閣したが、過半数を抑えられないまま苦しい政権運営を行った。野党の党首に転じた後は、中道左派路線を提唱したビュレントエジェビトを初期長に登用し、共和人民党の左旋回を認めた。1971年に、軍部の政治介入が起こるとこれを容認したため、エジェビトと対立するが、翌1972年、 共和人民党の初期長選挙でエジェビトがイノニュのオス候補を破って当選したのを受けて、党首を任エジェビトにこれを譲った。イノニュは終身上院議員となり、翌年死去した。死後、アンカラのアタチュルク病に葬られた。インドのジャワハルラール、ネルー、あとの首相は、著書、父が子に語る、世界史において、イスメとイノニュをややわかりがたい表現ながら、 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。